八郎型駅は、秋田県南秋田郡八郎型町あざ中田にある、東日本旅客鉄道を追う本線の駅である。南秋田郡周辺の中心駅。普通、快速列車のほか、特急、津る、臨時快速、リゾート車ら紙が停車する。2008年3月のダイヤ改正より、新大特急、日本海は通過となり、残った、新大特急、 明けぼも臨時化を経て2015年1月以降、運行が途絶えている。なお、快速列車は2018年のダイヤ改正より、秋田駅から東駅までは各駅停車となっている。かつては秋田中央交通線が接続していた。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ、地上駅で両ホームは古戦橋で連絡している。 かつては直営駅で管理駅でもあり、大宇本線の宇ご飯塚駅鹿渡わ駅間の各駅を管理下に置いていたが、2010年4月1日から土崎駅が管理、当駅は自駅のみの単駅管理になり、さらに現在は土崎駅管理の業務委託駅となっている。駅舎内には指定席券売機、待合室、タッチパネル式自動券売機2台、公衆電話、 トイレなどがある。もしもし券売機帰る君が設置されていたが、2012年2月10日をもって営業終了し撤去された。駅前には県無形民族文化財の岩人を踊り、ついた市の盆踊りなどを描いたしがらき焼きの東半壁画レリーフがある。壁画は高さ3メートル、横幅が20メートルもある、大きなものである。また、 駅東側とを結ぶ連絡通路が駅構内の古線橋に隣接して設けられている。3番線は当駅始発の秋田方面駅を中心に使用する。なお、上下共用の待避線であり、両方向の入線、出発に対応している。以前は夜間退白が設定されていたが、2019年、現在は行っておらず、秋田駅からの最終電車は、 旅客扱い終了後、秋田駅まで改装する。当駅始発の初電も秋田駅から改装してくる。なお、1987年4月1日時点では、夜間に起動車で秋田駅から往復する運用があり、翌年の3月13日改正で、この運用が一往復増発で繰り下げられた。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は665人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。路線バス、八郎型駅前バス停秋田中央交通大型、村舞タウンバス転送元、カテゴリー、五条目駅に関するカテゴリー、1日市駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。